じゃない。まっすぐに行け。逃げられはせる。下手なことをすれば、この斧でお前の首を落としてやる。敵意はない。なぜ私を捕らえるのか。本来なら死の国から逃れ、我が国に侵入する罪人は殺して送り返すのが通例だ。ありがたく思え、居合わせたグエンドリン様が捕らえよと命じられたのだ。報告のあった侵入者はこの者か。はい、剣のサイファーを持っていたそうだが、どうしたのです。グエンドリン様が王のもとへお持ちします。グエンドリンは相変わらず甘いやりようね。私が見つけたならその場で生かしてはおかぬもの。報告のあった侵入者は。かわいそうに、あんたこれから裁かれるんだね。地獄の沙汰も金次第。最後にいいもんでも食ったらどうだい。この先が玉座の間。あなたの処遇は王が裁かれます。さあこちらへ。バルキューレたちが騒いでいるので、何かと思えばくだらぬ。魔王と恐れられるこのわしを名指しするプーカとはお前か。プーカ、私はタイタニアの王子コルネリウスです。エリオンの北方を滑る王よ、あなたの国に害をなすつもりは毛頭ありません。ただ領土を横切る許可をいただきたいのです。冥界を這い出した罪人の言うことでは信じられる話ではないな。私は罪など犯してはいない。口先でなら何とでも言えよう。だが確かにその剣には見覚えがある。先代のタイタニア王に我が国から送った特別な剣だ。まんざら嘘でもなさそうだが、お前が王子で罪人でないというなら、武勇でもってまずその証を立てよう。そうだな、我が国随一の勇猛な武将ブリガン公の格牌を持ってまいれ。それができれば話を信じてやろう。承知しました。命を懸けて証を立てましょう。あなたの剣をお返しします。本当に行くというのですか。ブリガン殿はただでさえプーカたちを嫌っています。外では王の命令を受けた者たちが刃を向けてくるでしょう。お父様はできぬことを承知で言っているのです。ご心配ありがとう。だが私はタイタニアの王子、名誉にかけて必ずやり遂げてみせる。Ha!
やられる前にその剣を売ってもらえねえかと思って。ダメ？そうか。
Thank you.
っとっと、降参じゃ。その剣は我らドワーフが魔石を原料に作ったんじゃ。ポゾンという魔素を吸収すればするほどいくらでも強くなるのじゃよ。無事で何よりです。私は敵ではありません。グエンドリン様のことづてを。ブリガン将軍の打たれ強さは胸の4つの盾にあります。まず盾を吹き飛ばさないと倒せないことをお伝え申し上げます。ご分を。これは変わったのに出会ったな。ちっちゃい旦那、薬は足りてるかい？売ってやるよ。
Oh!
Thank you.
もたもたするな。次々と酒を持ってこい。大大名、女どもなど戦場で全く役に立たぬわ。ブリガン様、大変です。うるさいぞ。なんだ。ブリガン殿とお見受けします。このような姿ではあるが、私はタイタニアの王子コルネリウス。訳あってその杯を借りに参りました。何の冗談か分からんが、プーカメ、目障りだ。この核杯が欲しいか。なら代わりにお前の毛皮を差し出せ。そんなちっぽけな毛皮では何の役にも立たんがな。
タイタニアの王子とやら、約束通りお前の武勇をたたえ、改めて客人としてもてなそう。まただ。冥界の女王も私をそう呼んだ。王にお尋ねしたい。なぜ私をプーカと呼ぶのか。お前のように呪詛によって姿形が獣に変じた者たちをプーカと呼ぶのだ。強い呪詛よ。幾千の魔法を操る世の力をもってしても解けぬ。誰かが私を陥れようとしているのなら、その犯人を突き止めねば。おう、私は一刻も早く祖国に戻りたいと思います。好きにするといい。グエンドリン、王子を国境まで送って差し上げろ。仰せの通り。感謝いたします、王大王。腕に覚えのある方とは知らず、先ほどは失礼を。いいえ、異国でのお心遣い身に染みました。王国にいた頃がまるで遠い思い出のようだ。とうとう戻れる、私の国タイタニア。